皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユニグレブ2020やっていきましょう。今回は今週の木曜日にユーロ FP が来るかというのを考察していこうと思います。はい、ということで今週の木曜日メンテ後にユーロ2020のコンテンツの配信が始まります。こちらはプレフォー版の、ホームページに載っている内容になっているんですけど、これは過去に紹介したものになりますので特に紹介するつもりはありませんが、はい、まあ、これらのもう項目は追加になるという予想ですね。なぜユーロ FP の方が登場するという噂がまあ広がったというか、まあ、そういう話題になったかというのは、ことの発端はですね、PES 2020ウィニングレブンの海外版の方にこちらの画像の方が出たんですけど、下の方にユーロ FP のことが書かれているんですね。ユーロ2020フューチャードプレイヤーズなんたらかんたらって書かれていると思うんですが、これがまあ FP が登場するのではないかと言われるね、理由になっています。で、ちなみにこちらのまあ画像なんですけど、これ公式ホームページに載っていた画像なんですけど、今のところ、外部分がごっそり削除されていますので、その辺はあまりねちょっと微妙になってきたんじゃないかなという感じはします。特にまあ日本語版にはね、このような記載はもともとなかったということになります。ただしこれ6月4日の配信に、もちろん来るということはね一切書かれていないので、まあ、そこ勘違いされている方いると思いますが、特に木曜日にね、コンテンツが配信されると同時に FP が来るというものでもないと思います。はい、まあ、その辺はご注意いただきたいんですけど、あとはですね、まあ、気になるところで言うと、まあ、形的にクラブセレクションの形で登場するので、来週の月曜日とか、まあ来週に限らず今後月曜日にね、このユーロ FP に関するものを登場する可能性っていうのはねあるんじゃないかなとは思います。はい、なのでまあ今週の木曜日は普通にアイコニックガチャだけが登場するものと思われます。そしてですね、こちら This Week's My Club Overview、まあ、こちらプレフォー版にはいつもこのような感じで今週のイベントごとがまあ一気にね紹介されるわけなんですけど、はい、まあ、それにも特に FP のことについては載っていません。まあ、週間 FP が来る場合はこちらにまあ週間 FP 登場しますみたいなまあ一文が載るんですけど、そちらも載っていません。今回乗っているのはシルバー以上の有力選手を獲得できる、まあ、なんちゃらかんちゃらのイベントがあるだとか、VS コムチャレンジだとか、あとはオンチャレの、スキトレポジトレが取れますよみたいなイベントがありますみたいなお知らせしか来ていないので、まあ、これら踏まえるととりあえず木曜日には、FP ユーロ FP の方が出ないものと考えられます。はい、ということで今回はこちらのユーロ2020の FP が登場するのかという話紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ結論としては今週の木曜日は基本的には多分来ないということにはなっています。ただしこちらのコンテンツ自体は配信されると思うので、まあその辺はね楽しんでいただきたいところです。はい、でアプリの方に関してはこの辺のコンテンツは基本プレフォーのみなので、今のところあまり関係のない今をアップデートになっているんですけども、まあ、今後 FP がもし登場するのであればアプリも基本的には同じもの登場するはずなので、まあ、その辺には期待してもいいんじゃないかなと思います。こちらのチャンネルでは皆さんがまあこのようにまあ気になっている内容だったりとか、まあ、気になっているイベントごとなどのね考察もやっていますし、あとはアイコニック FP のレベマの紹介比較、あとは予想なんかもやってますね。あと最新情報の動画なども上げているので、気になるという方はチャンネル登録していただいてまた見ていただければと思います。はい、まあウィニングレブン2021のね情報などもそろそろ出てくると思うので、その辺にも期待したいところですね。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。